どうも、こんにちは。今回は、ピッチングにおけるリリースの正しい位置とはどこかというテーマでお話をしていきたいと思います。ぜひ、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。まず、今回のテーマになりますが、リリースの正しい位置を教えてくださいという質問をいただきましたので、その質問に答えていきたいと思います。まあ、結論としては、つま先の真上が正しいリリースの位置になるということになります。では、なんで、真上がいいのか、つま先の真上でリリースするといいのかというと、まあ、それはですね、一番力が、伝わるポイントがそこだからなんですね。で、具体的に、解説をしていきたいと思います。まず、そもそもリリースポイントについてなんですけれども、リリースポイントというのは、ボールを投げる、まあ、ポイント1のことですね。で、ここがずれてしまうと、まあ、正しい位置ではなく、ずれたポイントになってしまうと、せっかく、下半身から体幹、腕、そして指先へと力が伝わってきたのにも限らず、そのポイントがずれることによって、その最後の力が抜けてしまうと。なので、せっかく下半身をうまく使って、体幹をうまく使ってボールを投げようとしているのに、そこがずれることによって力がうまく伝わらないということになってしまいますので、なのでリリースポイントも非常に重要だということが言えるということですね。で、リリースポイントの理想の位置についてなんですけれども、リリースポイントの正しい位置、理想の位置としては、つま先の真上、もしくはそれよりも前で離すことが理想になります。だいたいこの位置ですね。すいません、ちょっとこの写真だとつま先が切れてしまっているので、この辺まであるというふうにしたときに、だいたい真上がこの辺ですね。で、この写真は山岡選手になるんですけれども、山岡選手は、つま先の真上でリリースをすることができているので、OK ということになります。まあ、実際このリリースポイントがつま先の真上よりも前に来ていても別にそれは別に全然ありです。ダメなのはそれよりも後ろにリリースポイントが来てしまうことは良くないということになります。で、なんでいいかっていうと、それはリリースのポイントからですね、軸足までが一直線になるからなんですね。まあ、下半身からこう力が伝わってきて、で、踏み込み足からもこのように。力がですね、地面反力が伝わってきて、それがこう合流して、で、それがつま先からですね、指先まで伝わっていくようなイメージができればいいかなと思うので、まあこれがですね、リリースポイントが後ろになってしまうと、いわゆるこういう形になってしまいますので、力がうまく伝わらなくなってしまうということが言えるんですね。なので、大体つま先の真上くらいでリリースができると、力が効率よく伝わっていくということになりますので、ぜひこのポイントを意識してやるようにしてみてください。で、まあ、よくあるダメなリリースポイントっていうのはどんなものがあるかっていうと、ま、いろいろあるので解説をしていきたいと思います。まず一つ目がですね、肘が曲がってしまうリリースです。まあ、よくある、まあ、リリースかなと思うんですけれども、こういうふうに肘が曲がった状態で、まあ、リリースをしてしまうと。まあ、こういうフォーム、まあ、特に未熟な選手には、あるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、よくこういうフォームをですね、まあ、撫でるようなフォームとか、まあ、肘を抜いた、投げ方とかっていうふうな言い方をするんですけれども、まあこのようなフォームになってしまうと、せっかく下半身からこう力がこう伝わっていったのにも限らずですね、この肘のところで力がこう抜けてしまうんですね。で、せっかく、まあここまで上まで上がってきた力がこの肘のところで抜けてしまって、一番肝心なボールですね、ボールに伝わる力が弱くなってしまうと。なので、それに伴っては力が伝わらないので、まあ、いいボールを投げることができないということと、それから、こう、伝わってきた力がですね、やっぱ肘で抜けてしまうので、ここに、やっぱ負担が集中してしまうんですね。で、また、下半身からの力が抜けてしまうので、ここからボールを強く投げようと思ったら、肘を伸ばす力が、より必要になってくるんですね。なので、肘をこう、頑張って伸ばそうとすると、やっぱ肘に負担がかかってきてしまって、まあ、肘の怪我につながってしまいますので、まあ、こういう投げ方は良くないということが言えるのかなと思います。で、続いて、悪いポイントとしては、近い、リリースポイントが近いということも考えられます。リリースポイントが、近いとですね、どうなるかというと、腹筋が使えないということが考えられます。いや、近いかどうかの判断としては、この先ほど言ったつま先ですね、つま先の真上よりも手前で、リリースをしてしまっているものを、リリースポイントが近いというふうに判断をします。で、リリースポイントが近くなってくるとどうなるかっていうと、この肩甲骨のライン、肩甲骨のラインがですね、ゼロポジションって言うんですけど、理想はこの肩甲骨、体幹から肩甲骨のライン
や、この辺ですよね。ちょうどつま先の上に重なるところ。ここでリリースできるのが一番理想なんですけれども、そこから外れてしまうと、腹筋が全然使えなくなっちゃうんですね。腹筋っていうのは、手の位置がこの体幹よりも前にあるときに使えるんですね。これよりも後ろに来てしまうと腹筋がうまく使えなくて、腹筋の力を使ってボールを投げることができなくなってしまうと。で、そうなるとどうなるかというと、体幹は前に行くのに腕は遅れてしまうんですね。そうすると、このちょうど境目のところ、この肩の部分に負担が集中してしまって、肩の怪我につながってしまいます。で、肩を怪我している選手多くはですね、このパターンに陥っている場合が多いです。腕の位置が遅れてくるという風になってしまいますので、なので、しっかりリリースネジを前に持ってくることで、そこは改善されるかなと思いますので、ぜひ、意識するようにしてみてください。では、なんでリリースネジが悪くなってしまうのかというと、まあ、多くはですね、下半身とか体幹の使い方、が悪いことで、リリースの位置が悪くなってしまうということが考えられます。それにはどういうパターンがあるかというとですね、体重がまず前に乗らないと。体重が前に乗らないことで、リリースポイントが悪くなるとか、踏み込み足の膝が曲がってしまうことでリリースポイントが悪くなるとか、あとは腹筋が使えてないことでリリースポイントが悪くなるということが考えられます。体重が前に乗らないと、どうして、リリースポイントが悪くなってしまうかというと、体重が前に乗らないことによって、リリースの位置は後ろになりますよね。まあ、重心があるとして、重心がこう前に、本当は行かなきゃいけないんですが、これが行かないとどうなるかというと、もちろん、リリースの位置も後ろになりますよね。なので、リリースの位置が近い状態で投げることになります。で、リリースの位置が近くなることによって、先ほど言ったような肩に負担がかかったりとか、力が、ボールに伝わらなかったりしてしまいます。で、また、重心が前に乗らない、体重が前に乗らないことで、でも、前で、本当はボールを投げたいと。だから、体重が前に乗らないけど、ボールを前に持ってこようとした時に、肘が曲がってしまうと。肘を前にこう突き出して、それで、リリースポイントを前にしようとするような投げ方になってしまいます。なので、肘が曲がってしまうというのが、まあそういう癖でなってしまう選手と、体重が前に乗らないことで肘が曲がってしまう選手っているんですね。なので、肘を伸ばそうとしても、体重が前に乗らないと肘が伸びなかったりしますので、まあそこはですね、原因がどこにあるかっていうのをしっかり、突き詰めておくことが重要かなというふうに思います。はい。で、ついで踏み込み足の膝が曲がってしまうとどうなるかというとですね、体重が前に乗らなくなります。このように踏み込み足の膝が曲がってしまってる選手って結構いるんですね。で、これは曲がってしまうとどうなるかというと、体重が前に乗らないです。で、なんでかっていうと、踏み込み足っていうのはブレーキの役割があるんですね。この軸足で、体重移動を行っていって、体重移動を加速させていくんですけれども、軸足で加速させた体重を、体重移動を踏み込み足が急ブレーキかけることによって、下半身にブレーキがかかって、それに伴って上半身が前に出るんですね。基本的にはどっかが止まるからどっかが動くんです。つまり下半身が止まる、後ろに下がるから上半身が前に乗る、上半身の体重が前に乗っていくということになります。なので膝が曲がってしまうということは、膝が前に出てしまうということになるので、膝が前に出てしまうと、上半身は、後ろに乗ってしまうと。後ろに下がってしまう。まあ、下がるまではいかないですけど、前に乗りにくくなってしまうということが考えられますので、なので膝は曲がってはいけないんですね。なので膝をしっかり伸ばすことが重要です。はい。で、続いて、腹筋が使えない、腹筋がうまく使えない選手の場合ですね、リリースの位置が後ろに下がります。腹筋って結構大事で、結構ピッチングでなんかこう反らす、まあ、しなりを作る方ばっかりがですね、たまに意識されがちなんですけれども、結局はしなってからいかに腹筋を使って体を曲げるかっていうのは大事になってくるんですね。というのも、やっぱこう腹筋を使って、しなったところから、こう体をしならせたところから、こう逆に曲げていくことが大事ですよね。わかりますかね？これちょっとすいません。簡易的な絵で申し訳ないんですけれども、体をしならせたところから最後は曲げていく。まあ、これがピッチングの動作なんですね。
で、この反らした時には背筋を使うんですけれども、反らしたところから曲げていく時というのはやっぱ腹筋がめちゃくちゃ重要です。だから腹筋をピッチャーはすごい鍛えるんですけれども、腹筋を使って、体重を前に持ってくるんですね。で、体重を前に持ってくることによってリリースの位置が前に来ると。いうことが、大事なポイントになってきます。で、腹筋が弱くてうまく使えてない選手の場合、体重が前に乗らなくてリリースの位置が後ろに下がってしまうということが考えられますので、だからそういった選手はしっかりと腹筋を鍛えて、体重を前に乗せる練習をしていく必要があります。はい、で続いてはリリースポイントを改善する方法について紹介していきたいと思います。リリースポイントを改善する方法としては、体重を前に乗せる練習をする、踏み込み足を伸ばす練習をする、腹筋を使う練習をする、まあ、これがとても重要になっていきます。自分がですね、どれがうまくできないのかっていう原因をしっかり考えて、まあ、自分に当てはまるものを試してもらえるといいかなと思います。まあ、分からない方は全部試してもらって、特に苦手なものを重点的に練習するといいかなと思います。で、ここから練習方法を紹介していきたいと思います。まずは体重を前に乗せるトレーニングから紹介していきたいと思います。体重を前に乗せるトレーニングとしては、まあ、軸足を最初台の方に乗せてもらって、そこからまあボールを投げていくと。この時にしっかり体重を前に乗せる練習ですね。体重をしっかり前に乗せながら投げるようにしてもらえるといいかなと思います。まあ、ある程度力を入れて投げてもらって、力を入れるのは大体30球ぐらいでいいです。で、30球ぐらいの中で、体重を、前足に乗せることを意識して行うようにしてみてください。まあ、こうすることによって体重が前に勝手に乗るようになってきますので、まあ、意識づけのトレーニングとしてはいいんじゃないかなと思います。で、続いて、今度はですね、踏み込み足を伸ばすトレーニングについてです。回数は10回3セット。メイセンボールを投げる瞬間に膝を伸ばすことが重要です。では行きましょう。まあ、このような形で、メイセンボールを振って、まあ、振り上げながら、ボールを投げていくと。このボールをな、真下に、振り下ろした時に、膝を伸ばすように意識して行うことが大事です。まあ、こうすることによって膝を伸ばす練習にはなるかなと思います。ポイントとしては、投げる瞬間に膝を伸ばすことです。で、設置した時はまあ軽く膝曲がってますが、設置してから投げるまでの間で膝を伸ばしていくこと。これがとても重要です。はい。では最後ですね。腹筋を使うトレーニングです。回数は10回3セット。腹筋を意識して行っていきます。まあ、このように、メディシンボールを頭の上に持ってもらって、そこから真下に叩きつけるトレーニングです。ポイントは、この叩きつけるときに腕の力でボールを投げないことです。あくまで腕はボールを持ってるだけで脱力しておきます。腹筋を使ってボールを真下に投げつけるということがとても重要です。で、また、投げ下ろしたときに、この、手のリリースの位置がですね、後ろに行かないように、この体幹に対して、前で、体幹のラインよりも前でボールを離すイメージです。頭よりも上の方でボールを離してしまうと力が伝わらない、腹筋がうまく使えないと思いますので、ぜひ、この体幹のラインよりも、前でボールを離す意識で行ってみてください。はい、以上で今回の動画をおしまいにしたいと思います。面白いと思ってくださった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。